はい、どうも、フラちゃんです。はい、じゃあ今日はですね、初心者におすすめする無道の安定構成ということで、まあやってみれば誰でもできるかなっていう構成を見つけたんで、ぜひともですね、こちらを共有していきたいと思います。まあ今回どういう作戦かっていうと、無道のお供で出てくる切り裂きピエロを眠らして戦いたいと思います。まあここまで聞くとね、結構、なんだろう、占い師とか、あとは踊り子とか用意するのかな、みたいな、そう思ってる方いると思うんですけども、今回ですね、魔剣士だけで完結するんで、なので、魔剣士と旅芸人と賢者とかね、まあその辺入れとけば全然できるって構成なんで、まあ、かなりね、アドリブも効く構成なんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回の構成は、賢者、旅芸人、あと魔剣士2人ということで、まあ、自分の魔剣士なんですが、まあ、今回はですね、探検持ってきました。まあ、というわけで、今回のやり方やりたい人は、ぜひとも魔剣士で探検装備してください。旅芸人は持たなくてもいいです。まあ、持ってもいいです。どっちでもいいです。まあ、今回はね、魔剣士の探検を使ってやっていきたいと思います。じゃあ、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。じゃあまあ安定的なね、こちらのストームタルトとか食べておいてください。はい、というわけで、まあやり方としてはですね、基本的にはまあいつもと変わらないかなって感じはします。まあ、とりあえず波動解放とかしといて、でもってまああとはひたすら攻撃してね、 HP 半分まで頑張って削ってください。で、この時にね、ちょっといろいろ気をつけるポイントとかあるんで、まあそっち、おお、この大絶叫とか避けながらね、でしっかり避けて神道滅却あたりもして、で OK で、そしたら、まあ、攻撃しまくりましょう。まあ、そうしないとね、そう、こういう煉獄火炎とかがね、結構痛いんですよ。滅却してないとマジでね、かなりダメージ食らうんで、その辺気をつけてください。で、ここで、あ、大丈夫。これは眠りガードつけてます。で、必殺なんかもね、やっぱりこう、ちょいちょいやって、うまい具合に、あとは火力を出していってください。で、今回、片手剣なんですけども、鎌でも大丈夫です。ただ、今回ね、安定構成っていうことを、まあ、押しに出しているんで、まあ、今回はね、がっちり安定させていきたいと思います。で、まあ、無道になったね。そしたら、闇のベールとかで、うまいこと、よし、ごまかしながら、で、あとは攻撃ですね。まあ、ここまではね、前回紹介した魔剣士構成と、まあ、さほど変わりはないんですが、まあ、中盤からですね、やっぱりうまくいかないっていう人がね、結構いるわけですよ。まあ、なので、今回ですね、中盤から、まあ、安定させていく技ということで、やっていきたいと思います。どうだ、よし、で、これ黄色になったら、これ、用意しておいた、こちらの探検に持ち帰っておいてください。まあ、ちょっとすると、ほら、切り裂きピエロが出るんで、はい、ここでしっかり眠らしていきましょう。まあ、石化になってしまったら、ドンマイです。まあ、石化はね、まあ、しょうがないんで、また死なないことを祈ってください。うわ、死んでしまった。ちょっと誰か生き返らせてくれ。まあ、という感じでね、まあ、とにかく石化が来てしまったらあれなんで、そうですね、魔剣士2人が探検用意しておくっていうのも手ですね。まあ、今回用意してるのが一人だけなんで、まあ、ちょっとね、そちらのフラちゃんがですね、今、まあ、ちょっと石化されてしまったんで、まあ、しょうがないですけど、まあ、うまくいけばね、普通に石化も来ず、まあ、切り裂きピエロを2体眠らして安定することができます。まあ、やっぱ切り裂きピエロが動かないだけでこんなに違うんすよ。全然違うね。あ、起きてしまったね。で、2回目のそちらの眠りはですね、結構効きづらいんで、まあ、こちらのナイトメアファングとか、ちょっとね、確率高いの試してもよし、まあ、あとはそのまま押し切ってもよしです。まあ、とにもかく、うっ、いって、ちょ、待って。いや、ああ、そう、無道になってるんか。まあ、旅芸人がね、ちょっと無道化してしまってるんで、まあ、残念ですね。まあ、あとはいい感じにやっていってください。で、まあ、ある程度ですね、こちらの切り裂きピエロ、連続で眠らそうと思うとなかなか眠らないんですけど、ある程度時間が経てば、まあ、いい感じに眠ってくれるんで、まあそちらをですね、眠らすもよし、まあ先ほど言った通り、まあそのまま攻撃しまくって倒してしまうもよし、まあ個人的にはね、さっさと倒してしまった方がいいかなって感じはします。まあやっぱ序盤にね、切り裂きピエロパーッと眠らしておくだけで、まあだいぶ違うんで、なんなら2体一気に眠らせるよりも、1体ずつ眠らした方がいいかもしれないですね。A を眠らして、A が起きたら次 B を眠らして、そうすれば、まあ長いことね、敵の戦力を削れることになるんで、まあ、一気に眠らして、で、一気に起きちゃうとね、やっぱりその分、まあ、だいぶ安定度っていうのが、まあ、その瞬間だけだいぶ低くなってしまうんで、まあ、そうですね、一体だけ眠らしておいて、起きたら次もう片方みたいな感じでもいいと思います。んで、まあ、二体目ね、だいたい1分ぐらいですかね、それぐらい経てば安定的に眠らせることがもう一回できると思うんで、まあいい感じにとにかく眠らせられるんでね。まあ、うまいこと眠らしてやってみてください。はい。というわけで、まあ、今回ですね、ちょっと仲間の人には、フラちゃんの見せ場を作ってくれということで、少し手を抜いていただきました。なので今回4分かかりましたけども、まあ普通にやれば眠らしてもね、だいたい2分から3分で討伐できるかなって感じなんで、まあせっかくなんでね、何周かやっていきたいと思います。
はい、というわけで2周目やっていきたいと思います。まあ、次は1体ずつ眠らすやつでやっていきたいと思います。まあ、最初はですね、準備運動はしっかりしておいてください。よし、 HP 半分いきました。まあほぼ半分ですね。でそしたら今度は切り裂きピエロ出てくるんで、しっかりと持ち替えていきましょう。うわ、こちらで巻こうか。ちょ、これは効いてない。まあ、先ほども言いましたが、まあ、石が食らってしまったらドンマイという感じなんでね、うまいこと死なないように祈ってください。で、あとは、まあ、今回1体ずつ眠らせていきましょう。はい、ではこっち1体眠らしました。まあ、最初のね、本当に1回目の眠りだったらめちゃくちゃ簡単なんで、まあ、そうですね、眠らすのであればやっぱ1体ずつの方がいい気はしますね、やっぱり。ああ、これでね、ちょっと起きてしまったんで、はい、よいしょ。で、こっち眠らす。まあ、起こされてしまった時はこのように、まあ、もう1体をね、眠らすみたいな感じです。はい、というわけで、あとはもうひたすら攻撃。もう、切り裂きピエロ1体だけならね、大丈夫なんで、基本的もう、崩れるってことはね、ないとは思うんでね、まあ、おそらくこれの方が一番いいと思います。ちゅうわけで、はい、攻撃、攻撃。今回のタイムは2分44秒ということで、まあそうっすね、いい感じじゃないですか。やっぱり1体ずつ眠らした方がまあいい感じにね、やっぱり力分散できるんで、まあ2体一気に眠らしてもいいんですけど、やっぱりその後どうするかなんですよね、起きた後。まあ僕はですね、1体ずつ眠らせることをまあ推奨しますということです。で、まあやっぱりね、眠らすパーティーとして他にもたくさん候補はあるんですよね。例えば占い師を入れるとか、まあ、もしくはね、魔法使い、まあ魔法使いはなかなかないか、もしくは道具使いのラリフォーマとかね、まあその辺たくさんあるんですけども、まあ自分はですね、やっぱり魔剣士の方が一番いいのかなって感じはします。占い師だとやっぱり星のカードがなかった時にどうしようもないですし、あとはね、結局先ほど言った通り2匹同時に眠らせてしまった場合、もう一回眠らせるのがね、なかなか困難なんですよね。まあ、なのでそういった安定性的に言っても、占い師じゃなくて、まあ他のね、探検持てるやつの方がいいし、あとはね、踊り子とかね、武道って全然毒効かないんですよ。毒効かない上に、基本的に火力ってね、魔剣士よりすげえ劣ってるんで、まあ、そうなってくると、やっぱり魔剣士の方が、まあ全然いいのかなっていう感じです。道具使いの方はね、ラリフォーマーするっていうよりかは、まあ、1回目のラリフォーマーに期待するのは全然いいと思うんですけど、2回も3回も眠らせるような職業ではないんで、まあ、道具使いはですね、本当に次回シールドとか、あとは魔結界とかその辺貼っていただいて、安定させるのがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでこちら3周目やっていきましょう。はい、ということで、まあ、こちら、イザナイが来たんで、探検に本来であればここで持ち帰る。闇のベールとかもすっかり忘れてたんで、まあ、しょうがない、ここで使いましょう。よいしょ、ちょ、まま、書籍かやばいって。あ、こうなっちゃうんでね、本当に HP の変わり目には気をつけてくださいね。本当に魔剣士の人とね、離れておきましょう。いや、本当にそう思います。はい、片方ずつですね、眠らしていきましょう。よいしょ、はい、眠らしました。そしたらもうあとは簡単。もうムードをひたすら切り続けるのみ。そうやっていくだけで簡単に終わりますんで。必殺やってんだけども、絶対今石化が来てるんで、あ、すごい、これ空中に止まったまま石化するんですね。あ、これ初めて見た。これ写真撮るべきでしたね。うわ、これすごいなというね。まあ、そういったね、ちょっとしたネタも楽しみながらやってください。まあ、そうしないと、無道がただの作業になってしまいますから。いや、本当に石化が来てしまったみたいなね。で、それでも嫌な思いして帰るみたいな。そういうのもしっかり楽しんでいくのが、まあね、やっぱり真のドラクエプレイヤーなんで。でまあ、1体起きたんで、もう1体眠る。ちょっと待って、起こされた。まあ、こういう、イレギュラーもあるんで、しょうがない。イレギュラーもあるんで、そうしたら、よし、こっちへ。まあ、ナイトメアファングの方がね、ちょっと確率高いんで、まあ、片方ずつやっていきましょう。よし、倒した。はい、というわけでタイムは2分49秒ということで、まあ、安定的なタイムですね。本当に高速周回ではないけども、まあ、安定的にはやっぱりいいタイムって感じです。はい、ということでね、4周目なんですが、まあ先ほどからですね、ちょっと旅芸人があまりにも暇で攻撃してしまうと、まあ先ほどもちょっと起こしてしまったのは、もう旅芸人が暇すぎて、もう攻撃しちゃおうかなっていう甘い誘惑に誘われて攻撃してしまったらしいんで、まあ、やっぱそうですね、旅芸人じゃなくても無道化を直せる職業だったら何でもいいと思います。まあ他にはね、道具使いしかないですけど、無道を直す席っていうのは、まあ必ず必要になってくるんで、旅芸人か道具使いでちょっと悩んでみてください。まあ道具使いならガジェットもあるんでね、その辺うまいこと回せば、まあいい感じになるんじゃないでしょうかということで、4周目やっていきたいと思います。はい、というわけで、イザナイが来たんで持ち替えましょう。もうさすがにね、覚えたでしょう。
このイザナイ見た瞬間にもう武器の切り替え、ちょ危ねえ、そう石化大丈夫、石化また自分が食らってしまった。もしかしたらこれね、一番近い人に対して撃ってくる可能性あるんで、まあそうですね、あの自分まだ分かんないですけど、まあ離れた方がいいのかもしれないです。はい、でここで魔の雷大丈夫、僕は雷耐性バッチリだから。いやどうだ、よし、うまいうまいうまい。これ雷耐性ないとかなりきついんでね。まああとはね、2体目を眠らした時ぐらいにようやく倒せるかなって感じなんで、まあ普通にやってればだいたい合計3回ぐらい眠らせればもう終わってるって感じですね。であっち側の切り裂きピエロも起きましたね。なんですけど B もしっかり眠らしておいたんで大丈夫、ありがとうございます。あ、というわけでね、2分28秒でした。まあやっぱりいいタイムを出してますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回やったのは無道の安定構成ということでね、やっていきました。まあ、1体ずつ眠らした方がやっぱいいですね。最初はね、やっぱり2体眠らした方がいいのかなって思ってたんですけど、やっぱりこうやってみると思いのほか切り裂きピエロが2回目以降眠りづらいんで、そうなってくるとやっぱ1体ずつ眠らしてね、戦力を分散させた方が、まあ、かなり効率的というか、まあ、かなりね安定するかなと思います。というわけでやってみてください。というわけでね、無道の倒し方とか見てなんか安定しないなみたいな、そう思ってる人ね、まあ、最近流行ってる無道の高速周回みたいな、まあ、本当にあの火力でゴリ押して1分ぐらいで討伐するあれがねなかなか安定しないっていう人、もうそれはしょうがないんでね、まあ、今回みたいな眠らす構成やってみてください。まあ、旅芸人を道具使いにしても OK です。ただ忘れちゃならないのが、無道化を解除する人を絶対に入れてください。まあ、今回は魔剣士2人、旅芸人と、あとは賢者でやりましたけども、賢者を僧侶にしてもいいし、まあ、魔剣士1人を占い師とかね、まあ、あとは魔物使いにしてもいいです。1人探検がいればいいんで、まあ、かなり簡単だと思います。というわけでね、今回の構成参考にしてぜひともやってみてください。それではためになったら高評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。そんでもって皆さんのですね、こうやって安定する構成ですね、ぜひともコメント欄で教えてください。はい、というわけでまた会いましょう。さよなら。